みんな52ヘルツのクジラの声が聞こえるぞ。大丈夫？待て、元をハックしてみる。じゃあ待ってる。52ヘルツのクジラだぞ。ねえ、そろそろちゃんと説明して。52ヘルツは世界で最も孤独なクジラだ。他のクジラを求めて鳴くが、その声は届かない。生態が完全にイカれてるんだ。午後を台無しにしてくれてどうも。 NSA 初のハニーポットでも使われてた。そのパズルの誘惑に昔のハッカーは抗えなかった。それを解いて逮捕されたの？逮捕すると脅して勧誘したんだ。それを誰かがまた流してる。だから追跡してみた。で、もちろん放っておくんでしょ？そうはいかない。52ヘルツはハッカーの歴史だ。無視できない。哀れで、惨めで、醜いクジラの呼ぶ声さ。レンチ、殴るよ。いいぞ。52ヘルツを見つけた。クジラか？コンピューターだ。はいはい、あんたの勝ち。早く出て。始めたばかりだぞ。オッケー、閉じ込められた。俺が助け出してやる。これは第二の52ヘルツだ。俺が自分で見つけないと。どうかしてる。楽しんでるんだ。52ヘルツがなきゃシカーダ3301もラングレンの謎かけも存在しなかったんだ。うわぁ、レトロのフェチを知っちゃったみたい。出たぞ。それで終わり？いや、パズルの後半にハックの痕跡があった。高い場所からスキャンしてみる。
よし、信号の発生源はこの辺りだ。マーカス。はい。どうして墓地なんかにいるの？痕跡をって見張ってたのか？興味を持たせたのはそっちでしょ？お前が捕まるかかけてるんだ。捕まらないには。誰も気にするな。見つけたぞ。多分これで最後だ。で、どうなるの？昔と一緒なら NSA の招待状だ。もう冗談はやめて。レディース、ジェントルマン、あとレンチ、今やこの俺が 52Hz マスターだ。すげえ。で、どうなった？デッドセックメンバーの個人情報と引き換えに NSA と取引した。マーカス、殴るよ。求人のツールだったよ。全ての痕跡を消しといた。審査に通った他の2人の分もね。 NSA からお呼びがかからなかったらデッドセックに来るぞ。幸運を祈ってる。